輩、お昼ご飯中すみません。かすみん、いいこと思いつきました。かすみんのファンクラブを作ろうと思うんです。もちろんそうですよ。わお、カスカスファンクラブ作るの？もう、アイ先輩、カスカスって言わないでください。ごめんごめん、カスミン可愛いからさ、つい言っちゃうんだよ。あれ、可愛いから言っちゃうんですか？もうしょうがないですね、アイ先輩ってば。でもそれってすごくいいアイディアだね、かすみちゃん。やっぱり歩先輩もそう思っちゃいますか。自分でファンクラブを運営しているスクールアイドルは全国にもほとんどいないと思います。もしかしたらかすみんが初かも。少なくとも同好会の中でファンクラブができたのはかすみんが最初。トップ人気を誇る私にふさわしい計画だと思うんです。ファンクラブとはちょっと違うかもだけど、私もそれっぽいのあるよ。アイ友のグループ、結構人数増えてきたんだよね。わあ、ぐなんな、アイ友というくらいです。そのグループ、知り合いとか友達ばかりなんじゃないですか？うん、確かにみんな友達って感じ。それでは厳密にはファンクラブとは言えませんね。友達の関係だし、半分くらいはきっと身内ですよね。かすみんはそうじゃなくて、ちゃんとしたファンクラブを。何ですか、先輩？そうかな。ファンクラブっていうか、私のことを応援してくれている人たちがいるってだけで。なんですって？歩む先輩だけには負けたくないのに。悔しいです。ごめんね、かすみちゃん。謝られると余計泣きそうになっちゃうんですけど。まあまあ、人はどうあれ、かすみんはファンクラブを作るんでしょ。応援してくれる人たちとつながるのめっちゃ楽しいよ。私たちで何かできることがあったら言ってね。協力するよ。先輩はいいですけど、歩先輩と愛先輩の協力はいらないです。大体先輩たちはライバルなんですからね。ライバル？何の？スクールアイドルとしてですよ。そっか、かすみんにライバル認定されてるのはなんかちょっと嬉しいやね、歩。私たちも頑張らなきゃね。負けないよ、かすみちゃん。嬉しいんですか？そうなんだ。でも残念ですけど、かすみんはお二人を置いてどんどん先に行っちゃいますから。これから卵のサンドイッチとチョコのパン買いたいんですけど。